業の実践に役立つ本の概要を1枚の紙と10分の音声にまとめる副業実践サンダー塾の真田直樹です。本日は本田健さんの書かれました大富豪からの手紙についてまとめています。この本を読んだ目的ですけれども、人生で一番大切なものは何かが知りたいと思って読んでいました。約10分にまとめていますので、よろしくお願いします。1. 偶然。偶然というものは、この世には存在しない。単なる偶然と考えるには、確率的にありえないほどの不思議な出来事を、何度も体験してきている。これからの人生にも素敵なシナリオが準備されていると安心できるようになる。すると、どんなことにも意味があると見えてきて、目の前のことに一喜一憂することが減っていく。人生では物事が思い通りにいくときもあるし、全然進まないこともある。また、最悪だと思ったことが後になって、あのことがあってよかったと思えたりする。長い目で見れば、うまく帳尻が合うようにできている。これからの人生で全てのことには意味があって、自分を幸せにするために起こっているという可能性を見てもらいたい。本当に君に気づかせたいときには、運命の女神が偶然を2回3回と続けて起こしたりして気づかせようとすることすらある。どんなことが起きても、それは自分を幸せにするために起こっているという感覚を、この一つ目の手紙で伝えたい。偶然に起きることはないし、偶然に会う人もいない。第二の手紙、決断。信じられないかもしれないけど、決断した瞬間にその未来は同時に誕生する。決断をすることイコール自分の新しい未来を作り出すことだと覚えておいてほしい。君はロジャー・バニスターというイギリスの陸上選手を知っているか？世界中の選手が1マイル1609メートルを4分で切るのは誰にも不可能だと考えられている立ち合い。1954年に人類で初めて1マイル4分を切り、3分59秒4という記録を打ち立てた。でも話はここで終わらない。なんと、ロジャー・バニスターが記録を打ち立てたから1年間の間に23人もの選手が1マイル4分を切る記録を打ち立てた。これはどういうことを意味すると思う？つまりね、人間はできないと思った未来はやってこないし、できると決めた未来はやってくるっていうこと。これこそできると決断すれば、その未来は同時に出来上がり、それが未来から近づいてくるということの証明。最高の未来を手に入れる。最高の未来はいつも今の意識の外にある。不安のコストイコール、手に入ったかもしれない最高の未来となる。決めたことは紙に書かないと実現しないと覚えておいてほしい。人生のすべてを一瞬で変えることはできない。だが、進む方向は一瞬で変えることができる。決断するときは不安や恐れを感じる。その対処方法は三つ。一つ目は、不安や恐怖を感じて当たり前だと気づくこと。二つ目は、不安の裏側にあるワクワクする気持ちにフォーカスすること。三つ目は、決断にストレスを感じることほど即決するということ。心配していることの 90% は実際には起きない。決めると未来も決まる。今日は何を決めた？迷ったら怖い方に飛び込んでみましょう。第三の手紙、直感。自分にとって何が大事かは、その人の体と心がちゃんと知っている。理性ではよくわからない時でも、心と体で得た直感に人生を委ねる勇気を持つということ。人生で一番つまらないのはね、何も決めないままただ時間をだらだらと過ごしてしまうこと。一時的には失敗したかもしれないと思ったこともあるが、後から振り返るとその決断が間違っていなかったということばかり。直感とは感覚。五感のいずれかで受け取る人もいれば、第六感として感知する人もいる。みんな何らかの情報は受け取ってるのに、それを直感を受け取ってると認識できないだけなんですよ。直感は心の奥底にある明確な情報です。直感は新しいステージへの誘いでもあるから、
それに対して恐れを感じることはよくあることです。途中で失敗することも多いですが、そこから積極的に進みさえすれば、何も動かない時よりはるかに進むことができます。第4の手紙。行動。いくら決断しても行動することなしにはその未来は近づいてこない。1ミリも。大半の人は将来不都合があるからいやいややる行動に精一杯で、楽しいからやるワクワクする行動にはやらない。たくさんの経験をする人生と、わずかばかりしかしない人生。大きく分けると人生にはこの2つしかない。生きること、それは呼吸することではない。活動することです。第5の手紙、お金。イギリスの元首相、チャーチルは、金を失うことは些細なことで、名誉を失うことは甚大だ。だが、勇気を失うことは全てを失うことだ、と言っている。勇気さえあれば、また、人望さえあればお金はちゃんとついてくる。これは私の体験からもそうだと言える。お金とはエネルギーであり、善悪ではない。多くの人がお金を信頼することによってその価値が成立している。お金とどう向き合うかは選択できる。私はお金に邪魔されない。人生が最低限大事だと思っている。お金から自由になるためには、お金をいくら持ってるとか、幸せは全く関係ないということを知っておいてほしい。自分の才能を見つけて、それを磨き、ドキドキしながらお金を受け取るプロセスは、人生で最も楽しいことの一つだと思う。自分の才能を使って仕事で稼ぐ。第6の手紙、仕事。仕事をしないでたくさんお金を得たとしても、本当の意味で人は幸せを感じることはできない生き物。天職を探り出す道のりこそが人生の道のりでもあるから、焦らずにじっくりと向き合ってほしい。成功してる人はね、みんな仕事が大好きだというよりも、心から仕事が大好きだから成功したというのが正しい順番かもしれない。もし仕事が楽しめなければ何かがおかしいと思った方がいい。仕事が楽しくない理由は大体3つ。1番目は自分の才能に合ってない仕事をやっている場合。2番目の理由は仕事のやり方が楽しくない場合。3番目は人間関係が良くない時。第7の手紙、失敗。失敗の数だけ老後の楽しい思い出が増える。幸せな時間というものはずっと長続きするものではない。つまり成功のためには失敗が必要ということを知るだけでいい。失敗のない成功は危険だとも言えます。失敗とはうまくいってない時点で諦めることを言います。悩んでもいい。失敗をして悩みながらも行動を続けること。人生にはね、うまくいかない分野もあれば、うまくいっている分野もある。一つがダメなら別の分野で頑張ればいい。第8の手紙、人間関係。結局、人はお金や地域、社会的地位では幸せになれない。ハーバード大学が行った中で、最も長期間の研究がある724の男性に対して、人生に幸せをするのは何というテーマに75年間にわたって研究した結果は、良い人間関係に尽きるというものだった。それだけ人間関係が幸せの鍵ということだ。いい人間関係なしには何事もうまくいかない。人を好きになってもらいたい。そして人に好かれる人になってほしい。第9の手紙。運命。どこで何をして誰と出会ったか詳しいことはわからないが、振り返ってみるとそれが全て必然だったような気もする。宿命は宿る命。自分が生まれた時に決まっているもの。運命は運ぶ命。どうやって生きるかは君が自由に決められる。知らないうちに自分の宿命の引力に影響されていることも知らなければならない。自分がどういう力に影響を受けているかよく意識しないと、宿命に支配されていることになる。宿命と運命の分かれ道、分岐点。悪いと思うことが起きるたび、
これで一つネガティブな要素が減ったと考えられるかどうか。宿命と運命の境界線は自分で引き受けることができる。人生は変われる。でもなかなか変われない。人生を変える選択肢が毎日与えられている。直感で動き、人生がもたらすすべてを受け入れること。人生の目的は自分らしく生き、人とつながること。これ以外にも、人生で一番大切なものは何か、具体的に紹介されておりますので、一度読んでみられることをお勧めします。今日は以上で終わります。どうもありがとうございました。